岡田聡は、日本のゲームクリエイター及びハードウェア開発者。元任天堂製造本部開発技術部部長。1969年に任天堂に入社。当初は開発第一部にエンジニアとして配属され、最初に N&B ブロックなどの玩具商品の開発に関わった後、光線銃 SP を設計からデザインまで全てを単独で開発した。その後、横井軍平らと共に、任天堂初の携帯型ゲーム機、ゲーム&ウォッチや次世代、ゲームボーイのハードウェア開発、ファミコンやゲームボーイ専用ソフトの開発に携わった。1996年に、横井が任天堂を退社後、新たに設立された開発技術部の部長となり、ゲームボーイの後継機群である、ゲームボーイポケットや、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイアドバンス SP などすべてのゲームボーイシリーズ、さらに次世代、任天堂 DS において開発の中心人物として携わった。開発技術本部が設立されてからは、ゲームソフト制作からは離れ、ハードウェア、主に携帯型ゲーム機の開発を中心にいった。任天堂 DS ライトの開発に携わった後、2007年に任天堂を退社。その後、非常勤アドバイザーとして契約し、2010年まで同社に出向した。2014年現在は合同会社、ボクセルを京都に設立し、活動を続けている。ありがとうございます。